どうもこんにちは、リモコンさんでございます。今回ね、紹介させていただく商品はこちらでございます。デスクトップアーミーフレイヤーでございます。こちらがですね、ヨドバシカメラのね、商品でしてね、ヨドバシカメラでしか使えない商品となっております。ちなみにね、私が買ったのはだいたい1800いくらぐらいで買ったんですけど、メーカー小売価格、希望価格が1600円なんでね、ちょっと割高ですね。はい。いや、ヨドバシカメラはね、なんだろう。前に私がね、プラモデルのエアブラシ買った時も、ちょっとなんか人気があった、品薄っていうか人気があったみたいでね、そっちの方が高くって、ヨドバシカメラの方がアマゾンとかより高くって、思ったより足元を見て価格をしておりますね、ヨドバシカメラは。はい。てなわけでね、こちらデスクトップアーミー、ベータ招待をね、2個買ってきました。2個でございます。はい。3個なんですけど、ボックス売りにしてなかったんで、ちょっと怖いながらも2機買ってきました。というわけでね、ちょっと箱を紹介させていただきましょう。はい。箱はだいたいこんな感じでございます。はい。デスクトップアーミーと書いてありますね。ここにベータ招待と書いてあります。だいたい箱の色はね、オレンジで、アルファ招待の方は、紫となっております。まあ、時間があったらアルファ招待の方も買って紹介していきたいと思います。はい。こちら、メガハウス。はい。じゃあ、横面から。はい。横面はこうなっております。注意書きとデスクトップアーミー、メガハウス、バーコード。はい。いろいろと書いてあります。特に注意書きが書いてあります。はい。はい。こちら、縦横面ですね。はい。皆さんお気づきかもしれませんがね。封が開いております。すでにね、私はこのデスクトップアーミー完成させております。2機とも。ちゃんと作りましたよ。だいたい1機作るのに1時間ぐらいかかりましたかね。まあ、作った感想は後で言うとして。はい、こっちが逆箱でございます。こちらがね、上横箱となっています。全3種。これのどれかが当たる感じでございます。あのね、私的にはね、2000円近く出してね、正直ランダムに入ってるっていうのは、ちょっとあんま好きではないんですよね。はい。こちらが裏面でございますね。はい。個人的にはね、こっちとこっちが欲しかったんですけど、まあ、結果は後で言うとしてね。はい。で、アルファ招待がもし当たるんだったら、買うんだったらこれとこっちですね。この2機が欲しいです。はい。はい。ここに説明で書いてあります。はい。デスクトップアーミーのね、シルフィーという、機体を元にしてね、色を変えた、カラーリングを変えたっていう感じらしいんですけど、私ね、デスクトップアーミーのね、シルフィーを持っていないんで、正直ちょっと比較が何ともできないんですけど、はい。まあ、そんな感じですね。はい。話は、とりあえずそんだけです。はい。これが箱の紹介でした。じゃあね、作ったものがこちらとなっております。こちらがね、制作したデスクトップアーミーフレイヤーとなっております。この他にもね、武装パーツとかがいろいろと入っているんですけど、まあ、それは後として。こちらが説明書。こっちも説明書ですね。ですね、番号とかね、があんま振ってないんで、ちょっと、作りづらかったっていう感覚が少しあります。シールがついてきます。結構でかいシールなんで、正直何に使うかなっていう感じですよね。特にこのロゴのシールが、はい、結構でかいです。作ってみた感想としては、何もつけないと、すごい無表情のロボットみたいな感じになっておりますね。はい、じゃあね、こちら早速ね、稼働の紹介をしていきましょう。随分ちっちゃいです。どんくらいだろうな。まあ、すごいちっちゃいです。首はね、結構しっかり動きます。180度。結構動かしすぎるとね、ちょっと関節が緩くなっちゃうかなって感じです。腕もそこそこ。思ったより横に広がりますよね、腕は。曲げる角度はこんな感じ。結構腕は動きます。はい。足は、
こんなもん。そんな動かない。こんな感じで。こんな感じで。曲げるとこんな感じ。自立はちょっと難しい。まあ大体そんな感じでございます。前回作ったフレーマーマズガードシルフィーと比べるとこんな感じですね。じゃあまずフレイヤランチャーから乾燥していきたいと思います。このすごいでかいバックパック。背中のここに取り付けます。こちらのミサイルランチャー、頭に取り付けます。つけました。びっくりするぐらい硬かったです。はい、こちらのミサイル、足のここに取り付けました。足の底、かかとかな。ここに。一応今奇跡的なバランスで立っているんですが、自立は正直ほぼ無理です。じゃあね、ランチャーのねギミックを紹介していきましょう。まずここがよいしょ、開きます。こっちも開きます。こことここが接続されているんですけど、開いている状態は特に何も接続されてないです。ここがこれなんですけどね、すごい硬いです。ちょっとこっちを取っちゃいましょう。はい、中はこのようにねミサイルが2個ついております。足のここ、外すと足のここにもミサイルがついております。正直硬いしめんどくさいので、私的にはね、このミサイルはつけたらもう二度と外したくありません。こちらのね、ランチャーには、こちらの泣き顔がついております。はい。まず首を、ちょっと失礼。髪を外して首が出てきます。おっとおっと、ここにつけて、頭をつけて、はいはい、表情を変えることによってこんなような感じとなります。じゃあね、乾燥させていただきます。まずドームユニットかな。これは背中につけてポニーテール、頭のここにはめます。正直ね、ドームがね、ポニーテールに
干渉してしまうんでね。はい。まあ、このポニーテールのギミックはドームのこれにつけない方がいいかなと私は思います。手のシールドかな、これは。ここにつけます。ここにつけます。これをつけることによってね、ちょっと干渉しやすくなります。ポロッと取れるのが多くなります。はい、おっと、言ってるそばから。足の肘当て。膝か、よく考えた。もう一個もつける。武装はこのナイフと、このナイフがついた銃があります。あとかかと、はい、スカウトはね、思ったより結構立てます。スカウトにはこちらのね、笑顔パーツが付属されています。笑顔パーツをつけるとこのようになりました。するとね、台座のね、余りパーツみたいのが結構あるんですけど、正直これは袋から出した途端気づけば掃除機の中っていう可能性がすごい高いんで開けません。延長パーツと台座をねくっつけるパーツとか、あと手とかの延長パーツがついております。手とかの延長パーツはね、正直ね、あんまりおすすめしません。一回つけてみたんですけど、関節は緩くなるし、なんか違和感あるしでね、そんないいものではありませんでした。はい、そんな感じでね、こちらデスクトップアーミーフレイヤでございました。はい、ベータ招待はまだ一機残ってるんですけど、正直残りの最後の1機の方が欲しいんですけどね。2個買っちゃうと結構当たる確率が低くなっちゃうんですよね。どっかに書いてあればいいんですけどね。何が当たるかとか。はい。で、まあ、こちらの2機当たったんですけどね。まあ、そうですね。時間と言いますか。あとお金か。気が向いたらアルファ招待も買って、来ようと思います。多分次回も2機しか買ってこないと思いますけど、はい。じゃあそんな感じでございました。私の商品レビュー、デスクトップアーミーフレイヤーシリーズベータ招待のレビューでございました。それでは皆さん、さよなら。バッハッハーイ。次回もお楽しみに。